おはようございます。モテーションチャンネルです。さあ、今回はですね、皆様じゃねえや、はい。2学期の授業がすべて終わりました。全部の授業終了いたしまして、まあ、予備校は2学期で、まあ、おしまいですから、あとは講習があるだけなんで、もう、レギュラーの授業はすべて終了したという形になります。まあ、僕、1年生、2年生担当してないので、受験学年だけなんで、もう完全におしまいですね。レギュラー授業はこれで終了という形になりました。まあ、今年はすごく特殊な年でしたからね。本当に受験生はかわいそうだなっていうふうに思いましたね。だからこの結局1学期は4回とかしかやってないんだもんね、授業ね。普段まあ知識ブワーって喋る人なんで、たくさんやるのをこう与えることができないまま2学期に入ったんでね、すごくかわいそうだなと思いましたね。この与えた知識を使ってそれを応用して自分でできるようにしていくっていう訓練できたのかが心配ですね。その知識を与えるのも、だから2学期もたくさん知識与えなきゃいけなかったから、だいぶ考え方の方をやりたかったんだけどね、もっとね、はい、どうなるのかわかんないですけど、まあこれから、まあ受験までやるしかないんで、まあ条件みんな同じですからね、頑張ってもらうしかないんですけども、まあ自分自身もすごく不思議な感じの一年でしたね。そのだって本当に何にもなかったですかね、生授業が本当に何にもない。これ1学期丸々ないんじゃないかってね、最初思って、本当何もしなくていいのかなって思ったし、このまま2学期まで続いちゃったら一体どうなっちゃうんだろうっていうね、びっくりしましたからね。無事行われたわけですけど、最後は。ただまあ、スペース空けて座るとかね、こう、徹底されなきゃいけなかったから、どうしてもキャパの関係上ね、クラスの人数少なくしなきゃいけなかったとかね、あったんでね。いや、それすごい、まあ残念といえば残念でしたよね。まあ大変ですよ。密を避けなきゃいけないっていう、予備校で密避けるってね、イコール売上減じゃないですか。だからまあ業界的にもすごく大変だったと思うし、先生たちもね、仕事なくて本当に困るみたいなね、状況が起こっちゃって、まあそれがさらに深刻になりますからね、いろんなところで削減されてるもんね、授業ね。まさかね、まあ少子化のね、波はずっと来てて、さらに大きなね、少子化の波がボンと来る前に、ドンというなんか打撃を受けたっていう感じになってますね。はい、皆様はどうでしたか。まあ学校もね大変だっただろうし、受験もね大変だったと思うんですけどもね、受験ね、予備校塾も大変だと思うんですけど、どんなだったかぜひお知らせくださいね。どんな状況だったのかね。まあ多分ね、こうぶちまけたいね、なんで俺らが何したっていうんだ、共通テストで変わるし、いろんな受験方式が変わるし、授業は行われないし、一体どういうことなんだってね、すごい怒りを込み上げてる人たちもね、すごい多いと思いますんで、まあぶちまけていただければと思います。本当に、うん、かわいそうだなと思ってましたよ、もう教えながらもね。本当に頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.